Peggy 18. はい、こんにちは。ラビットジンでござるよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまたね、新作ゲームの新情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。ゴーストオブツシマの発売日に新 PV が発表されましたということでね、この辺を解説紹介していけたらなと思います。あとはお買い得情報とかもねありますので、よかったら最後まで聞いてやってください。でこのゴーストオブツシマ、いよいよ来ましたよ。私ね、実は密かにかなり期待しているゲームです。でもう前にもね PV 動画とか紹介動画出したんですけれども、どんなゲームかもう一回ね今回から見た人のために紹介しておきますけれども、オープンワールドのサムライアクションゲームであると。で三人称視点のね TPS 視点のゲームなんですけれども、よく赤狼と比較されます。赤狼になんとなく雰囲気は近いかなと思うんだけれども、赤狼とちょっと違う点はこっちにはファンタジー要素は一切ないみたいな感じですね。私の知る限り赤狼だと死んだ後生き返ってみたいな、なんか魔術みたいな妖術みたいなねファンタジー要素があるんだけれども、こっちは時代劇風のなんていうかもう剣術とか弓術とかもうスキルばっかりみたいな感じみたいですね。で侍 VS 蒙古帝国軍となっております。蒙古帝国軍知ってる人もちろんいると思うんだけれども、で2回あったんですよね蒙古襲来が。で1回目の蒙古襲来が舞台となっております。でもう一つ付け加えたいのは日本語に完全対応です。日本語声優さんかなり有名な人たちがねこれ入ってる、あの銀魂の土方さんの役の人とかね入ってたりするんで、これはもうねやるしかないだろうって感じなんだけれども、相当熱いね時代劇になることが予想されますね。だ海外の会社が作ってるんだけれども、海外の会社が作ったなんちゃってチャンバラじゃなくて、かなり日本のちゃんとしたチャンバラというかあの剣での戦い、あれを意識してモーションキャプチャーとかでね作ってるらしいから、相当こだわったね作品らしいですね。で開発は今言ったようにサッカーパンチっていうね海外の会社で、でも親会社はソニー SIE ね、ソニーインタラクティブエンターテインメントなんですね。で SIE の監修のもとゲーム性でね事実は全く違うんだけれども、史実に基づいた日本の描写にねこだわった意欲作品なんですね。だ海外の会社が作ってるんだけど、ちゃんと日本人の意見を聞きながら、あこれなら日本人だわ、これならこの史実ちゃんとね基づいてるわみたいな、そんな感じになってるらしいです。もうこれだけでもねもう面白くないはずないだろみたいな日本人ととってはもうこれほどいいゲームはないだろみたいなね感じなんですよね。まあ、とりあえずね今回新しくまた PV 動画出てましたんで、それをね一緒に見ていきたいなと思います。それでは PV 動画スタート。ジン、敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。船が海を覆っている。潮を恐れるな、飲み込まれるぞ。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよ、民を解き伏せろ。さすれば戦はやむ。己に従う気はない。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は蒙古を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。その道を歩み続ければ
お前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。これね、すごいですね。熱いですね。私もう胸が熱くなりましたね。このジンのなんていうの、無念というか決意というか、あれが伝わってくんだよね。すごいよね。こう映像でそれを伝えるっていうのはね、なかなか難しいと思いますね。で、やっぱちょっとね、前回の PV というか、あの紹介動画と被っちゃうところあるんだけど、やっぱね、これ歴史的な背景紹介しないとわかんないと思うんで、何がなんだかね。だから軽く説明させていただきますけれども、これ文英の駅、一度目の猛虎襲来のね、あれが舞台になってるんですね。で、1274年に当時世界最大のモンゴル帝国が日本に攻めてきた時の戦争なんですね。日本は鎌倉幕府の時代ですよ。あの、いやいや我こそはって言ってた時代ですね。で、慣れない戦法を使ってくる蒙古軍に大苦戦しちゃうんですね。その武士道というか武士の戦い方がどうしてもね、蒙古軍には通用しないところがあって、蒙古軍はもっと合理的に戦ってくるみたいな、もう敵を打ち滅ぼせば何でもいいみたいな、やっぱり、ね、現代戦に近い戦い方をしてくるわけですよ。でも鎌倉幕府の戦い方だとどうしてもルールを決めてスポーツマンシップにのっとってみたいになっちゃうから負けちゃうんですね。で、今 PV でも出てたように、お父さん代わりの人なんだけど、あれはお父さん代わりの人は武士として、あの恥ぬ戦いをしろって言うんだけど、陣の方はいや、そんなものは死んだと。で、あの敵のね、コトゥンハーンっていう司令官が来るんだけど、コトゥンハーンを撃つためにその武士道は捨てたと、自分の誉れは捨てたと、自分はもう獣になってでも奴を倒すみたいなね、あの決意がすごい熱いですよね。いや苦しいと思いますよ、それまでのあれを全部捨てるんだもん、人生をね、うん。で、結局いろいろ大苦戦するんだけど、日本は蒙古軍をね撃退することに成功するんですね。蒙古軍は撤退しなきゃいけないみたいになって撤退し始めるんだけど、その時に追い打ちで嵐が来たみたいなね、まあ、諸説あるらしいんですけども、私はよくわかんないんだけども、その辺、まあ、詳しく知りたければね、ぜひ調べてみてくださいって感じなんだけど、で、対馬どこなんだって話なんだけど、この地図みたいに九州とあれね、中国大陸のちょうど真ん中にある結構大きい島なんですね。これ結構大きい島ですよね。あの一つの県ぐらいあるんだけど、で、この立地的にどうしても最初に補給基地にされるために、どっちから行くにしても必ずここにね寄るだろうみたいなところなんですね。だから最初に攻撃受けたんですね。で、あの PV の通り、対馬の防衛隊は侍たちは戦うんだけど、ね、今言ったみたいにみんなやられちゃうということですよね。で、島民は捕まって、まあ、大量虐殺されたり、あとは捕まった人は捕虜にされて、手に穴、みんな穴開けられて、ね、ロープ通されて、あの連れてかれるみたいな、そんな悲惨な、ね、感じの、あの扱いを受けたりしたって言われてるんだけれども、主人公はこの対馬で生き残った武士の一人であるということなんだけれども、でもこの武士として戦ってる限り、コトゥンハーンには勝てないと判断するらしいんですね、生き残って。で、武士を捨てて、まあ忍者みたいに、とにかくコトゥンハーンを倒すためなら何でもやるという存在になるということを決めて生き恥なんだけれども、それは武士としては本当はね、あのお父さん代わりの人にも怒られてましたけどね、 PV でだけど、お前も獣になっちまうぞみたいに言われたんだけど、いや、コトゥンハーンを倒せるならそれでもいいみたいな感じだよね。で、それをどうも一度死んで冥府の世界から蘇ってきた人、クロードというね、呼ぶ存在になるらしいんですけども、それを英語だと多分ゴーストっていうんですね。だからゴースト・オブ・ツシマ、日本語ではクロードの、対馬のクロードみたいな、そんな感じになるのかなと思うんだけれども、とにかくジンは本当に死んで生き返ってきたわけじゃないんだけれども、魂はその時もう死んだということにして、でも別の存在として蘇ってきた、コトゥンハーンを倒すためだけの存在として蘇ってきたということなんですね。だからクロードだということなんだろうね。いや熱いなと思って、うん、なんかね、本当に死んで生き返ってくるとなんかファンタジーだなって思っちゃうんだけど、まあ侍のね、侍にとってはやっぱ切腹するかどうかの勢いだから、本当に死んだんだということになるよねみたいな感じで、あ、
いやーこれはね武士道ですよきっと武士道ですわ。で発売日が発表されたって話なんですけども、これ2020年の6月26日です。でプラットフォームは PS4 です。で PS5 向けも確認は取れてないんですけれども、 PS5 向けも開発されているらしいという情報は一応入っています。だこれはねちょっと噂程度に押さえておいてほしいんですけれども、 PS4 で発売ということになっております。で日本の会社から出してほしかったっていう話とかもね結構聞くんですけれども、私はねこういう史実に基づいた話だったら逆に海外からね出してもらった方がいいと思うんですよね。日本人の会社がこういう日本の史実ね侵略された的な話を出すと、なんだろう、あ美化して日本のね侵略の歴史をまた売却したみたいになんか言われたりするじゃないですか。だからあの海外の、ね、第三者の視点のところがこういう史実だったって出した方が、あのなんか公平な目でね海外の人たちは世界の人たちは見てくれると思うんですよ。で海外の会社が出した方が英語にした時、英語とかフランス語とかなんだイタリア語とかにした時にニュアンスがねやっぱ海外のネイティブの人に近くなるんですよね。だから本当の意味で伝えたいことが伝わるみたいな、表現したいことが伝わるみたいなところあるから、日本の会社だとねちょっとその辺がね不安ちゃ不安なんですよね。まあ、しょうがないんだけどやっぱりねネイティブじゃないからみたいなだからね海外の人がやってくれた方がいいと思う。だから硫黄島からの手紙とか、あのあれだよね、クリント・イーストウッドが硫黄島からの手紙と、もう一つアメリカ視点の同じ時間軸の映画を2ついっぺんに出したんですよね。その時に海外の人たちが見て硫黄島からの手紙、日本視点の方が素晴らしいってね評価を出してくれたんですよ。やっぱり日本のあの負ける話だけどあっちの方が美しいってねすごい評価されたんですね。だ海外の人が作ったからって日本のね話がおかしくなるというか、むしろね受け入れやすくなるみたいな、そういうところあるから、私はね実はこれすっごい期待してるの海外の人たちがああ日本ってのは美しいみたいなねそういう風にね撮ってくれんじゃないかなってちょっとかなり期待してますね。で商品の方なんですけれども、結構いろんなエディションが紹介されて発表されまして、でまず一つノーマルバージョン、これがまあ6900円ぐらいだったのかな。あのちょっとね値段がねいろいろあって分かんないんだけど、スペシャルエディションっていうのもあって、それだとあの予約したり予約特典もまたあるんですよ別にちょっと複雑なんですけども、予約特典がなんだっけな、あれだ PS4 のダイナミックスキームみたいのとかアイコンとか変えられる、でデラックスエディションとかを買うとあの中でジンのスキンとかマスクとかいろんな種類が多分選べるんだけど、それのいくつかがアンロックできる、早期アンロックできるようになりますとか、コレクターズエディションを買うと、これ値段がちょっとどこにあるのか分かんなかったんだけど2万円ぐらいだと思うんだけど、これねあのリアルでマスクの置物とかいろんなね風呂敷とかなんかねいろいろついてくる、あのメタル本とかついてくるみたいに書いたんだけど、これやばいだろみたいな勢いでね、これも面白そうだなと思うんだけど、でさっきも言った予約特典で先行予約で買っとくと PS4 でこのジンのね、あジンというかゴーストオブツシマのダイナミックスキームがもらえるということなんで、これ熱いなと思って、ちょっとこれ欲しい、ちょっと私実はこれ欲しいなと思った。だから予約でノーマルかな、コレクターズはちょっとあのマスク欲しいけど、あのマスクして実況したいあのマスクしてこれ実況したいなってちょっと実はね密かに思ったりしてんだけど、うん、まあ、6月までにねちょっと収益がどこまで伸びさせられるかだね営業成績がかなり良くなったらあのコレクターズエディション買うと思うんだけどそしたらねあのマスクつけて実況するから私やばいだろうみたいな感じで、ね、あこれマスクつけて実況する人絶対いると思うんでね、あでもサイズが合わないとかっこ悪いがあれどんくらいちっちゃいんだろう、大きいのかな、本当につけられるといいんだけどね、このマスクいいなみたいな、これかっこいいよね、このあおなんで落ち葉とかさススキとか相当ね綺麗なんですよ。あそう、美しい日本を表現したいっていう開発の人たちは言ってるらしくって、やっぱねあの描写オープンワールドの世界でいろんなとこ行けんだけど景色がすっごい美しい感じですね。あスクリーンショットとかいくつか出てんだけどもうすごい綺麗ですよ本当に、もうこんな感じやばいからみたいな感じだよね本当に、いやなんか時代劇って感じの綺麗なね美しさがありますね。でも一歩ね奥を見るとなんか戦場みたいな、うん、なあこれは楽しみだね本当、やっぱちょっと違う意味で楽しみだね。まあ発売日もね6月の終わりということで、ラサス2が5月の終わりだから、その辺のねいろんな各種超大作が終わったあたりの1ヶ月後ぐらいに発売ということで、これ狙ってるとは思うんですけれどもね、やっぱ今ねこの辺の超大作バイオ RE3 FF7 リメイクラサス2とかと重ねちゃうとやっぱね
競合しちゃうから、この辺の大きいのと、だからこれかなり気合い入れて作ってるから、その辺のととは別にゴーストオブツシマですって出した方が私もいいとは思いますね。うん、だから6月の終わり、これでゴーストオブツシマですよ。ラサス2がちょっと一段落ついたなと思ったあたりでゴーストオブツシマこれ来ますわ。もう絶対やっていくわじゃあね、今日はそんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また何かね、新しいニュースがありましたらすぐにお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかよろしくお願いいたします。あとはツイッターの方とかでもね、簡単なニュースだったらツイッターの方でパッてお知らせして終わりにしたりもしてますんで、よかったらツイッターのフォローの方もよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きクロウドライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。